小川金之助5月18日から1962年3月30日は日本の剣道家。単位称号は半死十段。愛知県庭郡岩倉村に生まれる。名古屋へ出て北新一刀流加藤寛一に入門。愛知県警察部に勧誘されたが、小川は警察官になる気はなく一旦断った。制服は着なくても良い。試験だけは 形式的に受けろと説得され、1903年、愛知県警察部に報職京都の大日本部特会出張修行を命じられ、3年半、修行した。愛知県巡査教習所剣道教師を経て、1914年に、内藤隆次の要請で、武道専門学校助手に就任。1919年、道場、行動館を開く。 1929年、内藤隆二の死去に伴い、武道専門学校教授に就任まで務める。1934年、皇太子殿下ご誕生宝祝天乱武道、大会特選試合に出場し、持田聖二との試合を披露。1940年、紀元2600年宝祝天乱武道、大会特選試合に出場し、西村五郎との試合を披露。 1957年、全日本剣道連盟から剣道銃弾を授与される。1959年、剣道家として初の支持法賞を受賞。2003年、全日本剣道連盟剣道伝道に検証される。ありがとうございます。